待っていたこのぬくもり大丈夫いっぱいのただいまおかえり言葉を追い抜いてこみ上げる思い気づいたんだずっと守りたいあなたを守りたい触れ合える瞬間あふれる愛しさぎゅっと待っていた。こんにちは。2022年のニベアソングを歌うシンガーソングライターの川崎隆也です、ニベアクリームは僕も普段から愛用させていただいておりまして、まあ、僕が乾燥肌ということもあるんですけどボディーソープもニベアさんですしお風呂上がりにニベアクリームを塗るそんな日常を送っております。しっかりと保湿ができて乾燥する秋冬にぴったりの商品だと思っております。2020年から世界中がコロナウイルスの影響で未曾有の事態に見舞われました、大切な人に会いたくても会えない触れ合いたいけど触れ合えない、という今までですね普通にできていたことができなくなってしまいました、僕もこうライブ活動今まで18歳からやり続けてはいますがこうライブハウスで歌う歌えないとかそもそもお客さんを入れられないとか僕が経験したことのないことが、経験するように、なりました。当たり前のことがですね当たり前でなくなるということを改めて目の当たりに、しました。今年度に入り新しい形ではありますが日常を取り戻してきているように感じます、少し制限はあるかもしれませんが大切な人にも以前よりは会えるようになったと思います。気づいたんだずっと守りたいあなたを守りたい今もこの先も続いて2022年のニベアクリームの CM は再会や触れ合いをテーマにしております。コロナウイルスの影響があったからこそ、長年ニベアが一番大切にしていた大切な人を守りたいという、メッセージや思いがより多くの人の心に届いていくのではないかと考えております。僕もこのタイミングで、ニベアソングを通して多くの方に自身の歌を届けられるのをとても楽しみにしております。ずっと守りたい触れ合える瞬間をあなたをという今回の一番大切なテーマが伝わるように心を込めて、ニベアソングを歌っておりますので CM のオンエア楽しみにしていてください。以上シンガーソングライター川崎隆也でした。